その昔、世界が悪に脅かされていた時代、一人の少女が世界を救ったという。その名もスーパー女子高生。彼女はあらゆるスーパー技で危機を乗り越えてきた。しかし彼女はいつしか人々の前から姿を消し、再び悪がはびこる世界になりつつあった。説によると、恋人ができてその子に全ての力を継承してしまったからっていう噂があるんだって。本当お前はスーパー女子高生オタクだよな。だって私のお母さんは実際に命を救ってもらったことがあるんだもん。でも逆に俺のお父さんはスーパー女子高生の戦いの被害に遭って命を落としたけどな。それはまあ大いなる力には大いなる責任が伴うってことだな。第一次日本壊滅事件からもう16年か。ここ九州以外は謎のガス爆発で崩壊。ちょうどスーパー女子高生がいなくなったタイミングで、あんな歴史に残る大事件が起こるなんてな。おかげで九州は無法地帯。いつどこで犯罪が起こってもおかしくない状況か。え、何？ちょっとお前ここにいろ、俺が様子見てくるわ。え、ちょっと大輝くん、ちょっとひなりちゃん、何してるの？早くこっち来て。あ、しちゃったのがね、わからない。この学校は俺が占拠する。スーパー女子高生がいなくなった今、俺を止められる者は誰一人いなくなった。何がスーパー女子高生だ、正義正義だと言われているが、スーパー女子高生のせいで命を落とした者もいる。女子高生が調子に乗りやがって。何がスーパー女子高生だ、俺は女子高生が大嫌いだ。スーパー女子高生をバカにしないで。スーパー女子高生は、スーパー女子高生は平和の象徴よ。ゆめちゃん、なんだ、勇気を出して出てきてスーパー女子高生気取りか。私は二代目スーパー女子高生よ。ビビって足がガクガクじゃねえか。そんなわけないでしょ。ゆめちゃん、これだから女子高生は大嫌いなんだよ。女子高生よ、女子高生をついに殴ってやったぞ。ほら、勇気のある女子高生は出てこい。いい加減にして、女の子に手を挙げるなんて許せない。おお、いいぞいいぞ、正義の味方気取りか。さつまいも変身。説明しよう。ヘニャリはさつまいもを食べることでスーパーオナラを放出し、体にスーパーオナラをまとわせることでスーパーオナラ女子高生へと変身することができるのだ。スーパーオナラ女子高生、スーパーおなら女子高生。ゆめちゃん、勇気を出してくれてありがとう。そしてお母さんを好きでいてくれてありがとう。お母さん？そう、私のお母さんはあのスーパー女子高生なの。私はお母さんからスーパーパワーを授かった。スーパーパワーがなんでおならなの？それは、私のお父さんはおならで全国指名手配されるほどの人物で。もしかして第一次日本壊滅事件の犯人って？そう、私、生まれて間もなかった私は
スーパーパワーをコントロールすることができなかった。だから無意識に出してしまったおならが大爆発を引き起こしてしまった。あの大爆発の正体がまさかおならだと。大いなる力には大いなる責任が伴う。さあ圧倒よ、私が相手よ、かかってきなさい。生意気な。スーパーパワーはそんなものか。くそ、もっとおならパワーを蓄えることができる。ひねりちゃん、これこれはニンニク。ニンニクを食べた次の日はおならが止まらなくなるから食べるのを禁止されていたわ。そんなこと言ってる場合じゃないわね。終わりだ。どうしてなの大輝くん。俺のお父さんはスーパー女子高生の被害で命を落とした。だから俺は時限爆弾を仕掛け、この学校の女子高生を抹殺する計画を立てた。そんな、俺みたいにスーパー女子高生に恨みを持ってるやつは山ほどいる。覚悟するんだな。今ここに新たなヒーローの物語が誕生した。